アストラコンスタブルとは1960年代にスペインで開発された拳銃であるアストラ5000とも呼ばれる1965年スペインのアストラ社はドイツ製ワルサー PP 拳銃の設計に改良を加えた新型拳銃を発表したこの拳銃は欧州市場ではアストラ5000アメリカ市場ではアストラコンスタブルの製品名で販売された 欧州市場では、アストラ5000には、後継が異なる3つのモデルが発表され、これに加えて、アメリカ市場では、コンスタブルスポーツという 152mm 重心と、高精度照準機を備えた22後継モデルが発表されている。アストラコンスタブルは、ダブルアクションで、ストレートブローバック方式の自動式拳銃である。基本構造は、原型となった、ワルサ PP、 PPK と同様であり、スライドの左側面にある安全装置はデコッキングレバーを兼ねている。ワルサー PP、PPK との主な相違点として以下の点がある。専用の箱型断層は単列式で、装填数は後継によって10発、8発、7発である。リリースボタンは10の左側面にあった。重心にはオプションを取り付けるためのネジが切られていた。 ありがとうございます。